まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番村人陣営です。自分の思考回路を開示すると、ですね、基本的に精査言動で判断していきたいんだけど、そこでできなくなると、なんだか雰囲気とかパッション的なものを拾って判断しちゃうことがあるんで、そういうのを避けるためにも、できれば5番さんとか6番さんぐらいの位置からはもう理由付きで白黒述べてってもらいたいなと思います。まあこの位置もあるんで協力をお願いします。まあ白黒つきれなくても印象でもいいから理由付きでちゃんと述べてもらいたいですねぐらいかな。あとですね、村スラは絶対的に嫌いです。初日に釣りたいマンですね。だから村スラ絶対釣るマンを宣言しておきます。はい、2周目頑張ります。3番のプレイヤーは発言してください。イエーイ、みんなのアイドル花ぴょんだよ。このなんだろう、これバームクーヘンスタジアムにやってきたよなんてことを言ってたら、なんか2番さんの最終的なフィーリングでなんか釣りをされそうになるんで普通にやりますね。あ、2番さん別に56からって、まあ、指定した方が分かりやすいのかもしれないけど、まあ、色をつけるのが正義ではないと思ってるんですよ。この人のこの発言はこういう風な人が伺えるなとか、まあ、こういう風に評価してる、でも俺はこう思うよとか、発言に対して触れていくっていうことが大事かなと思ってるんで。だから2番さんが結構追いつかなくなるとフィーリングっていうのは、僕は対話をしたいんで基本的には。だからこの人のこの初日なのか2日目なのか、いつもこの発言かっていうところを上げることに、まあ、尽力をしていただければなっていうふうには2番さんには思ったかな。はい、じゃあそういうことで私も村すら嫌いです。4番、いや黒いね、発言してください。はい、よろしくお願いします。2番さんと3番さん正直あんま精査はついてないんですけど、まあ若干3番さんの方が印象悪いかなと思っていて、まあその理由としては、まあちょっとふざけてた、最初ふざけてたっていうところがちょっと印象悪くなっちゃったかな。その後の発言は普通に悪くはなかったんだけど、まあ3番さんちょっと最初のふざけたところがちょっと怪しいかなと思っちゃいました。2,3 番さんに関してはまあ2周目でいいとは思ってはいますけど、まあ若干3番さんのちょっとふざけたところがちょっと強靭面もちょっと怪しいのかなと思っています。俺はそうですね、飛躍を透かす人とか、役を透かそうとする人はあまり白くは見ないですねっていうのは言っときますね。ピロリンさん、以上です。ありがとう。5番のプレイヤーは発言してください。はい、2番から始まり4番までと、まあ、心象を述べるんだったらば黒要素たるものかどうかわからないけど、例えば3番が村だった時、2番に対してその何て言うんだろう、2番がそのフィーリングで黒く見るような思考も自身は持ち合わせてると言ってる中、わざわざフィーリングで黒くなる必要があるのか、喧嘩を売るような開口1番を取る必要があったのかっていうことを考えてます。3番が村だったら何のために2番に喧嘩を売るような姿勢を取ったのか。さておき、まあ、後半に関する発言は別に良かったんですよ。別に2番と3番ってほぼ同意のようなことも言っているから、そこに関しては良かったんだが、その初手だけが気になったぐらいです。まあ、4番に関してはそれを強靭面もあるのかなっていう精査に関しては、別に4番視点のそれっていうのは納得いくものだと思っています。3番にそこだけ聞きたいです。なぜそういうことをしたのかぐらい。はい、以上。6番のプレイヤーは発言してください。じゃあ結局ご視点も3を怪しんでるって認識でいいですか。私は3番さんがちょっと怪しいんですね。村と陣外の信用勝負なんで、わざわざ村が信用を落とす必要ないと思ってるんですよ。3番さんのやってるその最初ふざけた行為って村にないと思いますよ。4番さんの言う通りですよ。5番さんが 3をじゃあ印象悪く、2は2周目ですよ。まあ4番さんも2だから、どうしても4番さんの話がまっとうな。あと3番さんに言いますけど、釣り位置というのは神考察にもつながるんで、釣り位置と理由って大事ですよ。今6は3釣りたいと思ってますからね。5は3釣りたくなかったのかなとか、だから 3号あんのかなとかね、見えちゃいますよ。はっきり言いますよ、3番さんが村ならふるさける必要はないと思ってますよ。釣り位置というのも大事だと思ってます。これ三四郎無理だな。2周目で3時点で5って考えてます。以上です。あ、どうしようかします。どうしようか。7番
いや、三四郎打つか。発言してください。はい、7番です。よろしくお願いします。まあ、6番さんが3番さんを釣りたいとまで言ってる理由に関しては、6番の思考で変ではないと思っていて、5番はそれを3番に解いてから多分5番は3番の精査を入れるのかなと思った人物。4番に関して、5番は4番そう思ったんだったら4番の意見、多分それは私が6番に思ってるのと一緒なのかなっていうふうに思っていて、3番が初手にふざけたから強靭っていうのはめちゃくちゃ安直じゃないかなって思うんですけどね。3番がそこから終始ふざけているようであれば、確かにメラリがないっていう精査に関しては別におかしくないと思ってるし、3番の印象が悪いっていうのは別にそれはいいと思うんですけど、で3番ってそこから2番の発言から自身の発言の思考も落としてたから、4番その3番が強靭面があるっていうのはちょっと変だなと思ってるから、4番の発言の3番の精査はちょっと違和感がありました。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。7とはあんまり視点合ってないけど、7が4に言及するのは狼らしくないとも取れるから、7番に関しての趣味かなと思って、俺4が普通なこと言ってるから、まあ、まともな位置だと思ってて、3がふざけてて若干落ち度を作ってるからね。で、5番がなんか3番に対して狼らしくないって言った後に、なんかなんでふざけたのかみたいな話したけど、なんでふざけたのかって、ふざけちゃったぐらいしか理由ないと思うから、特に3が何者だったとしてもね。だからなんかそのふざけた理由を聞く意味あるのかなと思ったから5番が気になってて、で2番についてはね、これ感覚なんだけど、2周目頑張りますって言ったんだよね。この試合通して頑張るんだったら分かるけど、なんか2周目に特に釣られたくない人物なのかなと思ったから、そこがちょっと気になってます。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、8番 の、 その最後の2番に対する次はまあ上げ足みたいな感じです。まあどうやろうね、7番さんが4の3への強靭精査が変って言ってるけど、まあ、少なからず今日はピーとも取れるけどね、俺は。7番が4番に言ってるのが分からんのと、5番は結構黒いと思ってますけど、その3番は対話したいって言ってたから聞いてんかもしれんけど、これは8が言った通り、特にないって言うと思う。というか、明確な理由なんかないと思う。なんで黒くなったって言ったの？あれで黒くなったと思ってるのが、黒要素というよりなんか、今日アピみたいな感じに捉えたから、ちょっと聞くのも変やし、なんか黒くなったって言い過ぎじゃないかな。1番のプレイヤーは、まず4番さんから3釣り押しが始まって、4が3、5が3、で6番さんが3か5、で7番さんが、まあ、なんか浮いてる4番さん向けたの、まあ、7番さんちょっと興味があるかなと思った。で、8番さんがそこで5釣り押して、9番さんも5釣り押しから、俺結構9番さんがなんか便乗して、5釣り押した感じがするのと、あと6番さんがおかしいのが3と5を釣り1ってなるのがやっぱおかしくて、3と5って対比してるから、その3か5どっちかにはならないと思うね。3黒軸で行くなら5白、5ロジックで行くなら3は白になるから、その釣り対1の6番さんがおかしいから、自分6番さんか9番さんに一浪いそうな気がする。2番のプレイヤーは発言してください。じゃあ110秒で出ますか。7、8番さんが変かなって。はい。占い三四郎。じゃあ、100で、霊能も出ますか。じゃあ、霊能、ドン。霊能出ないんだ。ごめんなさい。じゃあ、4番さんが五四郎。で、1番さんが三四郎ね。なんだろう。なんだ、8番さんの、9番さんが揺れた8番さんの2フレって変だよねっていうのが僕はすごくまっとうに聞こえてて、で8番さんってね、まあ、7変だったら合わないんだけど、7ローなら4フレやらないよなみたいなこと言って、ちょっと7番さん濁しつつ、で4番さんに落ち度があるって言うんだけど、4番さんのその落ち度の理由言ってくれなかったんですよね。だから僕4番さんの3番さんのふざけたのが今日はピッて全然理解できてるし、だから
なんだろう、4番さんの落ち度っていうのが説明できなかったプラス、その頑張るって言ったとこ、なんかグレーか精査頑張りますみたいな、ちゃんと主語をつければよかったんですかね。なんかすげえ不当だなと思って8番さんを怪しく見てましたかな。で、7番さんがね、なんだ、どこ叩いてたんだ、あ、そうか、4番さんに対して、3の狂気早いって言ったんだけど、あの最初のみんなのアイドルだなんだらって、まあ、なんか僕、狂人って何らかのアピールをしてくると思ってるんですよね、何らかのアピールだから、そういうもののアピを一瞬やったのかな。でもそうすると僕の票をもらってしまうから、途中から真面目に切り替えたのかなと思ってたから、4番さんとか9番さんがなんか捉えてるような3の狂アピって理解できるなと思ってます。7、8どっちか。3番のプレイヤーは発言してください。あのね、これね、まあ僕の目線だからかもしれないけど、俺の発言ってストーリーがあるんだよ。起承転結がね。あの2番に対してフィーリングっていうのを最後に取る手段を取ったなって。そこに対して、いや対話、フィーリングに頼るのやめようよって。だから最初にふざけて言ったけど真面目にやりましょうよ、真面目にやってこうよって、その後の発言を落とし2番さんを精査し、2番さんに言ったことって、いやフィーリングに頼るのやめてねって、この流れなんだよね。だから4番5番がおかしいのは、そもそも3番の真面目になってからはちゃんと発言して内容はまあまあって評価できるっていうんだったら、その最初だけ着目してんのがねおかしいと思う。ただ4番さん占いか、1番さんが対抗でしょ。これ1番さんもおかしくて、6番って5、3、釣りなんて言ってないんだな。6番さん明確に3釣りって言ってる人物だから、だからね、多分ね、1番が偽だった時は6を全力で潰したいんやろうなと思ってる。8番さんの2番さんにとったのはまあ上げ足の範疇でしかないかなとは思うけど、どうだろうな。まあ、2周目さっき聞いて2番さんがその4級の強アピが分かるっていうのがね、やっぱね、発言の最初から最後まで流れっていうのをちゃんと組んでないなと思うから、2番さんも怪しいとは思うんだけどな。あ、2番さんか8番さんかで考えてるけど、あ、出ないのかなこの村って。出た方がいいと思う。4番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まあ3番さんはまあほぼ確定で人外だと思っています。まず6番さんは5番さんも怪しんでいましたよ。まずそこについて捏造してますし、28釣りたい理由って何だったんですかね。で、俺に対してふざけているそこだけを取ったのが違和感だって言うけど、ふざけているあなたが悪いんですよ。何を言ってるのかなと思いました。3番さんはほぼ確定人が今強人なのかなって思ってますけどね、やっぱり。最初のあのふざけた発言が強アピールで、1番さん狼。で、1番さん狼になった時に、1番さんって6番さん釣りをしてるんですよね。正直な話すると、俺も6番さん釣りたかったんですよね。だから16でライン切りしてるのもワンチャンあるのかなって今現状では思ってるんですけど、まあ16を追わないのであれば、俺は17狼っていうのもあるのかなって。1番さんっていうのは7番さんを強人置きしたんですよね。で、俺7番さんって、なんか結構なんか曖昧な感じじゃなかったですか。その俺が3番さんを強人で置いたのがおかしいみたいな話してるんですけど、6番さんもその俺の視点ってその正当性があるって話してるのに、6番さんに視点いかない7番さんって結構おかしいなって俺思ったんですよね。だから6番さんを現状見ないのであれば、俺今7番さん釣りたいかなって思ってますね。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まず何からいこうかな。8番さん9番さんにじゃあ聞きたいんですが、自身の発言の1個前の人がこれこれこういう人に関してはフィーリングで様子をとって黒死してしまうことがあるって言ってるような内容に該当することを自身が開口1番で漏らす必要って村なら何があるんですか。今3番が2周目言ってたけど、じゃあそれなら別にフィーリングやめようよって話を最初からすればいいわけで、起承転結うんちゃらかんちゃら言ってたけど意味がないと思いますけど、無駄なヘイトを買うだけじゃない。何のためにそれすんの。利があるの、その発言って。
って思っちゃったから僕はそう言ったわけです。はい。でもって、1.7 番さんに聞きたかったのが、7番さんって5の解釈、3番に対する精査っていうのは、3番からのアンサーを聞いて5は3を評価しようとしている人物だから、7は5を別にそこまで怪しんでいない。で、4番に関して3番が強要素を取ったことに対し、7は否定的であったが、5番はその4の3への要素取りっていうのが評価点なわけ。そこに関してはどう思いですか？5番って4を汲み取っている人物なんですが、その視点に関しては5番をどう評価するのかっていうのを7番の口から聞きたいことを。で、6番に関しては本当にトムシンコ強いと思ってんですか？本当に強いと思ってんだったら開口1番でそれを進め精査に入るべきだと思うけどね。なんか取ってつけたように最終的にああトムシンコしましょうって最後の最後に言うことに何の意味があったんだろうっていうのが疑問点です。8、9の回答聞いてから6番、7番現状処理位置以上。6番のプレイヤーは発言してください。あーはい出た、太鼓いないでしょ。はい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 。あーいやね、4、1、まあ4視点合ってるよね。6釣りたいの分かるよね。1、6あるかもしれないしね。え、5番さん6、7の精査って なんで理由なんですか？6、7になってる理由、5の6、7が怪しいってどういうことですか？占いなー、やっぱ3が人外だと思うんだよね。3が人外、1おかしいと思うよ。3時点で5って言ってるからね。だって1視点4対抗でしょ。じゃあ5って3つ、5ってなんで3やしもないんだろうねと思ってるよ。結局釣り位置6、7なの。だって5って3怪しんでんでしょ。じゃあ3、6、7じゃん5って。まあまあまあ、アイランさんありがとう。俺は3釣りたかったけど5が対抗で、まあ5、6なんでしゃあないですね。決めてほしいけどね。まあ人外高いの、まあ1375だと思いますけどね。3番さんだって5番さん気づいてんでしょ。3番さんが28の釣り位置行ってないって。じゃあ5視点って13ってストレートで見えると思いますけどね。なんで3をフォローするんですか5番さんと思うんですよ。もう一回言いますよ。5番さんって3が28の理由行ってないって拾ってんのに、3を釣れないんですね。私だったら3釣りって言いますけどねと思ってますよ。私は3投票したいなと思ってます。ふざける。7番のプレイヤーは発言してください。6番5番の際に関しては分からないけど、6番はそれでも3行きたいって言ってるから、じゃあ5番は放置でいい、じゃあ5番は何で見て放置でいいのかが分かんなくて、5番6番ともに7番をクロスしてるわけでしょ。で4番目線でも7なわけでしょ。で5番に言われたことだと、5番は4番をそれ評価するのは、それはおのおの別にそれが4番が正しい、9番もそれは通ってるんじゃない。でも多分私はそれが3番がじゃあ初手にふざけて、じゃあ後半部分ってほぼ消去になって前半部分だけを評価してるからだった場合って、4番のそれが3番が強人っぽいからっていうのは、それだけで3番ってその評価になるかなって思ったから、全体をひっくるめた時って3番って2番の発言から3番の思考としてるから、だからプラスマイナスした場合ってなった時に4番が3番それで強人っぽいよねっていうのは変じゃないって。でもそれをそう正しいっていう人物もいるだろうから、じゃあそれを言った人が私と思考が違うからおかしいねとはならんから、6に対しての評価も6がそう思ったんだったらそうじゃないって。で2番目線にそれ7番8番っていうのも変だと思うし、8番は7番に対して意見は合わないけど、7番の行動の発言、行動発言じゃなくて行動で多分8番は7番ないんじゃないってただ言っただけだから、2番目線で4番9番が取ってるのが合ってて、7番8番をひっくるめてるのは変だなって率直に思ったのが2番かなと思ってて、4番に攻めてもそれでも7なんだと思ったぐらいですね。8番のプレイヤーは発言してください。5番6番はちょっとわかんない。5番がなんか釣り位置が微妙。微妙ってかあんまりしっくりきてないって感じかな。微妙かどうかは置いといて、俺
視点はあんまりしっくりきてないっていう感じかな。6、7処理位置っていうのが。で、6番は、6番がなんか3番釣りって言わなかったら俺6進っぽいかなって思ってたんだけど、さすがに6って釣り逃れのローの可能性まで村視点はあるから、だから進決め打ってもらえるって思ってるんだったら、ちょっとそこまで進っぽくはないよって俺は言いたいから、だから3釣りはできないです。だから6番自身がもし新霊媒だった時に新決めってもらえると思って3釣りをしてるんだったら全然6の釣り流れのローまであると思ってるから6番はどれもあると思ってるからだからなんか自己分析ができてないなって6に関して思ったっす。で俺7はねあんまローコードじゃないなって思ったんだよね。7自身が言ってた通りで4番って多分誰も疑ってなかった位置だから7番はそこまで浮く必要性がないかなって思っちゃうんだよね。視点は合わなかったけどって思っててなんか誰も指摘しないから俺が言い間違えたのかもしれないけど俺は3が落ち度を作ってるから4は普通のこと言ってると思うよって言ったからね。だからなんか2番が8番に対して4番が落ち度を作ったって言ってるけど4は落ち度を作ってなくないってなんか言及してきたけど俺は4に対しては普通の精査をしてる。3がふざけて落ち度を作ってるからまあ殴られても仕方ない位置だよねっていう話をしたつもりだから捏造してるしなんかやたら過剰に俺感覚程度でちょっとまあ釣られたくないんかなって感覚程度ですまで添えて言ってんのにやたらなんか過剰に反応してんなとは2番に思ったから率直に2番が怪しいですって思ってます。9番は2周目でいいと思って。9番のプレイヤーは発言してください。まあ7番8番5、6はわからんって言ってるのがちょっと信じられへん。6、2世決め打ちでええでしょ。唯一6がドン進行しましょうって言った人物がドンしてないんですよ。2の1 で。その説明もないじゃないですか。なんでそうしたか。絶対2世でしょ、6。決め打った方が強いと思いますけどね。だから5番にはもうアンサーとかなんかもう5番進と思ってるんでもういいっすわ。なんでなんて思う。だから5番には明日、なんで潜伏してたんか聞きたい。6番は発言と行動が合ってないから、方針決めよって、まあ、グレーはだから7、8がわからんって言ってたのが、微妙って思ってますね。1番のプレイヤーは、これね、発言してください。まず6、8、9がもう5に入れようとしてたんだよね。3票ちょっと入りそうな状況で、まあここで対抗が5白、まあ釣られそうとなったから白打ったのか、まあ自分無駄占いさせるために白打ったのかわかんないけど、やっぱ6番さんのちょっとね、3と5って対比してるからそこを釣り寄すのがまず6番さんっておかしかったから、あと、で4番さんが2周目の釣り位置6と7ね。自分6番釣り寄してんのに、4番さんも6釣り寄してんのおかしいし、で7番さんから釣り寄されてるから、なんか7釣りたい感じがあるから、俺釣り逃れのやっぱ6ローあると思うよ。あの6、4ローローって。で、強靭3番さんじゃないから、ちょっとなんか、声色も変えてたし、結構3の強靭ってあるかなと思う。で、まず6番が出る前は、ちょっと7番さんが浮いてたんだよね。7番さんが1周目4を釣り寄してたから、ちょっと浮いてるとこ釣り寄してんなっていうのは、ちょっと、俺も7、4のライン切り追ったんだけど、まあ、6番さんが釣り逃れ出てきた6ローは俺あると思う。6、4ローローとか俺ありそうな気がするね。ただ、例の心境の可能性もあるんで、絶対狩人1越え。絶対してね、1越え。自分の枯れて白ロー1いたら、結構勝てないから。あともし5番がローじゃない時って、8、9が5し、5怪しんでて、4番が5白打つ必要がなんかあんまり8、9と4の相方が見えないよね。自分は6番さん行きます。投票を始めてください。
6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。もう俺ね、もう村見つけ789村なんですよ。5が今日なんだから7の思考その通り。なんで6、もう一回7番さん、6番さんに疑問を持ったよ。なんで5を釣りたくないかって。1音比べた場合って1の論通ってないんだよ。3番さん言う通り、6って3時点で5だよね。5がなんで3怪しまないで、8番さんの回答、5がおかしい、釣り位置おかしいよね。だって3の28の釣り位置の理由がわからないって、5自分で言ってるのに3を釣りたくないんだよ。わかる？それっておかしいでしょ。で、9番さん、なんでドンしなかったのか。2番さんが、2段階したから。2段階する場合って、霊能って対抗出てほしいんですよ。出るまで出なくていいんですよ。わかります？うん。だから、1、3、5が、俺、5が強靭だと思ってんのさ、7番さん。だって、5って3釣れないんだよ。なんだ、バンワーさん、今日か。8番さんも、6が3釣り、だって1、3に見えてんだもん。1、3の5強になってるの、今、視点が。まあ7番さん視点で4釣りの理由分かったしなってところから、8、9って私村だと思うんですね。で、5番さんって8、9に突っかかってんでしょ。じゃあ釣り位置6、7、6、7、8、9、3でしょ、5の視点って。全部怪しいんでしょ。なんで怪しいとこ釣らないので、理由なく6、7にする必要ありますか。5が懸念してるのは8、9、3ですよね。なんで急に6、7にまた持ってくるの、理由なく。それが5の偽要素ですね。ストレートに1、3だと思ってますよ。4番さんが1、6つながり得るんじゃないかと思ってる思考も、4番さんが7怪しむ思考も、うん、4の方心っぽいんですよ。だって7って4怪しんでますからね。多分1、3、6、5強だと思ってるんですね。全部理由言える。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。約束通り1かもよ。本当に行っちゃうのね。さよなら。一、まあ、ごっちょぼくてもね、素人は。土葬と火葬どっちがいいですか？土葬と火葬どっちがいいですか？土葬と火葬どっちでもいいよ。俺、6番さんさ、しんぽいんですけど、言ってることめっちゃくちゃなんですけど。わからんね。あり得るね、って言ってるし。けど、3とこ釣りちゃおかしいけどね。まあいいんじゃない、サンオラだったところで。朝が来ました。昨夜死んだのは1番、2番のプレイヤーは発言してください。僕は5番さんが確定で人外だと思ってます。5番さんが潜伏していい時って、1番さんを確定で人外って置ける時だけだと思ってるんですよね。だって1番さんは死んだった時に、5霊能だった時、占い吸っちゃう行為だと思ってるんで、絶対出なきゃいけない盤面だと思って5番ですで、5番さんって全然占いの精査ないしてないんですよ、2周目だから。多分1音全然精査できてない。その状況で真の霊能だった時って僕絶対潜伏しないと思う。だから僕5番さん、僕だから5番さんをもう確定人外で、6番さん知る、真置きしてもいいぐらいに思って僕は5番さんに言ってます。で、7番さん、8番さんあたりはね、例のわかんねえなぐらいで言ったんだけど、9番さんが確定で6、なんだろうな、人外って言って、1番が6、4あるって6の黒を合わせてるあたりが、僕は1、9あるんじゃないかなと思ってます。それは僕は5番さんを、その潜伏が確定人外だと思ってるから。なんだけど、わかってます。今から言います。なんだけど、その4番さんがサンクロ出してるから、
19年だなっていうのがちょっと濁っちゃったこのあれで。僕絶対5番さんは確定人外だと思って確信を持って5行ったんだけど全然票入ってなくてびっくりしたんだけど、いやマジで潜伏理由ちゃんと言ってもらいたいですね。で安定で5行くんですか今日って。4-3ですか。5行きましょう。5-3番のプレイヤーは発言してください。はいはいはい、占われてすっきりしたね。つうかだって4番さんの昨日捏造とか言ってた、捏造してるんですけど、もう6番俺偽やと思うけどね。6番の遺言で3の言う通りだって、1がおかしいのは3の言う通りだって。俺が指摘した内容って1番って6番が3と5を釣り押したって1は言ってるけど、5は怪しむ、6番は明確に俺に向かってだってメッセージで強く言ってきたじゃん、3釣りって考えてるからねって。だから3しか釣るって明言してないんですよ。でも4番はこれ3番は捏造しましたって、6番は3号を釣りって言ってます。俺残念だけど俺ちゃんと話聞く側の人ですから、6番さんは5番を最初に怪しんでいました。これ時系列も含めても正確ですから。その上で最後に3番がふざけたっていうのを挟みつつ、最後に3番釣りだからねって明言してるから、怪しむと釣りって同義じゃないですよ。で6番が遺言で3番評価して、でも3釣りたかったって言ってんでしょ。2周目偽かなと思ってますよ。で4番がまあ出てきて、いや46あると思うんだけどな。だって4番の言ってることに6番が乗って出てきてるから、わかるかな。4番が捏造っつってホイ来たって言って6番が出てきて、6番が3番を釣りたいって言ってて、ところが遺言で1番を叩いて、1番を叩いた理由が3の言う通りってもうしっちゃかめっちゃかになってるからね、はい、4番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。3番さん占って黒でした。まあ3番さんの黒要素に関してはまず28の黒要素がないのに28に釣り縄を持っていこうとしたところで、3番さんが最後なんですけど、6番さんっていうのは最後の遺言でも3番さん時点で5番さんだっていう話はしてました。なので3番さん1本怪しんでたわけじゃありません。そうですね、まあ、2番さんに言っとくと俺5番さんが真かなと思っていて、理由なんですけど、2番さんってそんな2段階ドン進行しました？2番さんってじゃあ110秒で出てって言っただけだったと俺思ったんですよね。なのに6番さんが出てこずに、2番さんが霊能出てこないんだ、じゃあ何秒って言ってなんか出てこなかったイメージだったんですけど、違うんですかね。その場合って6番さんのシーンってかなり2番さん目線なくないですか。で5番さんって白もらっていて、ギフトありがとう。じゃあ強靭で出る意味あります。で6番さんが自分の発言の位置で出てくる意味がありますか。いや俺6番さんがあまり行動的に芯で見えてないんですけど、だから俺5番さん芯かなと思ってるんで、俺今日 3,4 の欄でもいいかなと思ってますよ。俺目線3番さん黒出てるんで3番さん釣ってほしいですね。で1番さんが 4,6 でつなげたところってかなり偽だって分かりません。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、だから6番は釣り逃れの狼です。2番さんにアンサーしときましょうか。アンサーしとくと1のところで必然と出るつもりでいました。なぜ僕が潜伏したかアンサーをしますと、6番9番に釣りをしをかけ、まあ、8番9番にはねアンサーを求める形にしましたが、6番7番に処理値ということで釣り縄をかけることによって対抗出るようなら狼だと思っていたからです。3番が強靭目が激しいことから、それだけ。3番が興味なかったら普通に素直に出てます。意味わかりますか。3番強靭に見え1番4番進路を勝て、ただ真偽はついていない段階か、6番から9番にかけ、2番はね別に2周目そんなに僕は拾えなかったの。だから6番9番に釣り位置をかけることによって出てきた霊能だった場合って、僕が潜伏してたら霊能って出れるでしょう。ただし僕が霊能でもう出ている段階下で6番9番に釣り縄をかけた時に霊能使用できないじゃないですか。まあ騎士使用って線はあるかもしれないけど、ですからです。でちなみに2番の今の発言のせいで2の
4の新芽が下がるんです。4番が新だった場合って3番6番ローの一番強陣なんですが、まあ、今日は別に3番でも4番でもいいんです。実施点としては3釣りの方が嬉しいんだけど、3番釣って終わんない時点で4番破綻するから、はい、意味わかりますか。4番ってあの3番黒が出ている1番6番5番が出ている段階下で3釣りで終わんない場合、4番って5白を打ってるから、いや3釣りの時に破綻するからです。はい、それだけ意味わかりましたか。3、4ランって言うんだったら3番、4番ランでお願いします。5番の芯を決め打つんだったら3番つって。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。いやー、5番の芯決めてるんかな。確かに6番の行動と原理が合ってないっていう9番の主張はわかるけど、でもそれだったら別に5番も1番の位置で出た方が良かったっていう5番の意図はあったにしろ、5番も出る必要もあったと思うし、5番の怪しむ位置が6、7だったから、6番の行動も原理もおかしいけど、5番からも6、7って挙げられてるから、そこは迷うのは普通だと思うし、まあ、3番つったら4番破綻するっていう、論もわかるけど、まあ、市神ね。1番と4番だったら若干1番の方が真かなと思ってたから、3番の言ってるのって、6番は確かに1周目は3番を釣るって言ってたから、3番と5番は変だって言ってたけど、最終着地点は3番を釣るだから、3を釣りたいっていう思考だから、そこは3番が2周目生産したところは変じゃないと思ってるけど、どうなんだろう。5番決め当てるっていう人がいるんだったら3、4のランでもってなるけど、どうしようかなって思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。蒸らし点は3にはいけないです。申し訳ないけど、後半死んだとしても4か5にしかいけないです。4か5っつったら必ず明日が来るからね。1が死ん6の死んの時にもう負け角まであるから3にはいけないです。で、5番にアンサーするの忘れてたけど、俺がね、5番に初週気になった要素は一応言ってるんだけど、3番を怪しんだことじゃなくて、ふざけた3番に対してふざけた理由を聞いて対話しようとしたことなんだよね。理由聞いて意味ねえんじゃねえかなって、ふざけた人物に対してこうこうこういう理由でふざけましたって言われたって、なんか俺どんな理由言われても納得しないから、多分自身が3番を疑ってた時にね。だからなんか意味だったらグレー精査聞いた方がいいんじゃねえかなって思ったから、なんで対話求めたんだろうって5番に思ったっていうのが初週の見方ね。ただ5番のその3番が強靭に見えた過程で6、7から対抗が出てくる可能性があって、6、7処理位置っていう発言に関しては納得はした。だから5の芯も結構あるかもなって思ってる。6に関しては違和感持ってたからね、昨日の時点で。5番にも違和感はあったけど、今日の5番の発言は悪くないなって思ったから、俺は仕事終わってる4番に今日は行って、俺が死んだらね、5番まで引き切って最終精査してほしくて、俺が生きてたら5番を精査しようかなって思ってるぐらいですかね。だから今のところ4番に投票しようかなって思ってる。っていう感じかな。今日はこんな感じです。9番のプレイヤーは発言してください。まあ4番いきます。1噛まれてるし、まあ1番の理由は6が死に見えないんですよね。あのアンサーもなんか、めちゃめちゃなんか、適当に嘘ついてんなと思って。まあ、4番いって、俺は決め打った方が強いと思うけどな、5番。まあなんか、26ローの4強とかじゃないんかな。
2番が9は8の指摘良かった。俺、不当やと思ったとか言ってんのに。急に7、8は6わからん言ってたのに、9おかしいとか言い出してる。投票を始めてください。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。まあ9番さんに言っておくと、まあ26ローローだけはないでしょ。26ローローだったら5番さんに白打ってる俺の方が2番さん目線神秘高いんで俺噛むべきですよ。1番さんの新要素ってどこにあったんすか？だって4、6とかでつなげてるんだよ。だったら2番さんって1番噛むより4番とかで噛んだ方がいいんじゃない？だから2、6はないよ、9番さん。そこ間違えないでね。あとは、今日3番さんって俺の相方1言ってなくないすか？だから4、6しか言ってないっすよね。4、6で終わらなかったっすよ。これで村目線、じゃあどう思いました？3番さんの発言って。って思いました。まあ2番さんにはさっき言った通りかな。やっぱ6番さんが死んであの行動を取っているんだったら、あれは6番さんの落ち度だと思うよ。俺は5番さん死んだと思ってる。行動でね。まあ明日は3番と3番がどっか欄を開けるはずだよ。だからそこの欄でいいんじゃない？俺は5番さん決めてるから。夜が来ました。目を閉じてください。けどバオアさん1周目からネジンガー当ててるからね。負けたらバオアさん切れるよな。ほーら見ろ、俺にジンが一周目から当ててんだぞって。あ、マリンさん、かぼちゃありがとう。切れ毛が見たい。バーバーさんが潜伏吸ってんのが悪い。問題はアミノ酸がこれ3に入れるからな。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。2番のプレイヤーは発言してください。本当ね、9番さん構えてよかったなと思ってて、僕なんだろう、5番さんのシーンはやっぱり依然切ってます。で、5番さんの潜伏理由って3、あの まずね、5番さんって6番さんの霊能 CO など速攻出てるのよ。速攻出てるので、5番さんの潜伏理由って3を狂人に置いてたから、次出てくるのはなんかローだとみたいなこと言ってるんですよ。3を狂気してるのが大前提で、5番さんが3を狂気してるならば、6のなんかじゃあ出てきたローで、なんだろうね、3番さんの死を待ってればいいんだって。そうすりゃあれの霊能釣り切りで二人が釣れる盤面作れるんだよ。それを、まあ、1番さん潜伏みたいな理由は言ってたけど、あそこで同時で即出てるのが絶対言ってることがね、まあ、後付けでしかない。だからで、そこをなんだ、8番さんもなんだろう、5番さん精査するわって言って5番さん残すようなこと言ってるし、
9番さんに至っては5を信用してもいいって言ってるから、もう絶対8、9どっちかにラスールいると思ってます。なんで占い師は1信で4、偽で、でもねちょっとね内訳がね、8、9どっちかのラスールは止まってるんだけど、5強の4、8なのか4強の5、8なのかはちょっとわからない。なんだけど僕は絶対、まあ1個前からなんだけど、絶対5番さん偽だって言ってる理由変じゃん。3強起してくるんなら6が出た後すぐ出ちゃダメだよ。3番の言動待たなきゃ。そうすりゃあれで二陣街出て二陣街釣り切れる盤面5番さん作れるんだよ。絶対信じゃないよ。後付けの理由だよ。1番さんのとこへ出る予定でしたみたいなの、絶対5番さん偽で、それを信用しようとしてる8、9どっちかにいると思って9番構えたから8で、一進。以上、5いく。3番のプレイヤーは発言してください。いや、俺6偽やと思うんだけど、理由がまだ、昨日も言ったけど、もう一つあって、2周目で6番が出てきたときに5番がすぐ対抗出てきて、5番を叩いたときに5目線っていうのは、3、6、7で追うんだろって言ってたんだけど、1音が抜けてんの、1音抜けてんだよね。だからその5番に対する6の叩き方もおかしいんだよね。で、1音って何なのって話になるから。6、ロー、4、強かなと思ってんだけど、だって4番の俺の強塗り浅かったし、捏造って2周目行きまいって言ってたけど、俺が反論して7番さんだって ちゃんと聞いてたやん。尻込みしてたじゃん。産後は怪しんでたからねって。だから俺それは聞いてるって。2番さんが5を疑ってんのかな。まあ俺とは霊能精査が全然合わんけど。俺7番さんの黒は追っかけてない。話最もちゃんと聞いてる人物だから、8番さんっていうのは平等性を持たせてはいるから、一番なんか色が見えない人物ではあるけど。いや、2番さんの、2番さんの中で、ああ、でも5が真、4偽。結構座線切ったなって感じはあるから、ラッスル2かなっていうのが俺のスケールかな。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、ボクシングで決め打てるんだったら2、3引き切ろうかなって感じですけど、まずてか、6ローで追ってくんないですか、村って。6の偽決め打てませんか。5への主張って、3番がおかしいのに釣れないのがおかしいって、3番保護してるのはなんでなんだって、5番強人に見えるって言ってるけど、僕は3番強人に見え、僕が霊能を持っている現状か、1番、4番の対比をかけたときに真偽がつかないのね。3番強人に見えたときって、1番芯もあるし、4番芯もあるんですよ。なったときに、じゃあ、霊能で出ます。はい、3番釣ります。3番処刑します。はい。じゃあ、5番に護衛入ります。1番噛まれました。3番強人でした。1番芯でした。って結果って分かります。っていうパターンもあるから、僕が3釣り押すことなんてできないんです。1番が3白出してる段階か。僕が言ってたのは、当日、初日の釣り位置の話をしてるのね。3番なんか釣る進行ないよ、片白なんだから。3番が強人に見えてるけど。で、もうむちゃくちゃだよ、2番の言ってることが。だってさ、6番が狼で見えてるんだったら、3番が CO してくるの待ちなよって、そんなむちゃくちゃな言い訳あるって、5番の芯をそれで落としてるんでしょ。もう2番だって、言ってたよね、さっき。6番が狼に見えたんだったら、3番の CO まで待たないのが5番の偽要素だって、そんな論通るかいって思うけどね。で4番強人じゃないだって2番6番の否定要素って4番が5白打ってるから4番芯に見えるだろうから4番噛むでしょってかも意味不明だし4番が5白持ってて4番が芯に見える構図ってなんすか、はい、2、3引き切り7番のプレイヤーは発言してください。まあ2番に行こうかなと思ってる。2番は多分5番の精査が納得いかなくって、その軸から8番9番だって主張してるけど、実際9が5番が死んじゃないかって言ってた人が構えているし、これさ4番の最後の言うこれ阿美野さん結果がかりしてたら強いけどね。でも4番目線って5番死んで見えた時って6、3で終わりだから、
3番がどんだけ対抗を上げても3番つったら終わるからっていう熱弁があってもいいと思うんですよね。4番死んだ時って、でも3番と7番対抗上げると思うんだよねみたいな感じで、なんかそんなに3番を頑張って釣り寄そうっていう思考があんまり4番になかったから、なんか4番にせかなと思ってるから、1が3白だから3番も白でいいかなって思ってる。5が死んで5が6黒だから3、6、ロー、1強になるから4の目線だったら、だから3がどんだけ対抗上げようと絶対に3番つったら終わるんで、メラ頑張ってくださいぐらい言ってもよかったんじゃないかなと思うけど、4番なんかそんなにね、なんか3番を釣り寄す感じがなかったから、そうそう、結果語り面倒なんだ。5番をどう見るかっていう精査になってて、まあ8番に関しては別に変な、独断変だとは思わない。5番の発言を聞いて再生差かけるって言ってる人物だから、だから2番と5番の発言聞いてかなとは思ってるけど、まあ考えます。8番のプレイヤーは発言してください。いや、俺はね、安定進行好きなんだけど、さすがに誤信かなって思ってるとこもあってね。迷ってんだよね。手川さん釣ってくれ。誤信決め打たないとちょっとしんどいかなって俺視点は思ってるのが、3番が8番に対して色見えないって言ってるけど、俺も3番の色あんま見えてなくて、ただ紙筋から3番あんまなさそうだなって思ってるのが、いいぞ。5番シーン、6番、3番だった場合、1番に囲われている3番が漂白紙をして、で、4番のシーンを全然追ってなくて、2番をめちゃくちゃ疑ってる9番を噛んでっていうのが、3番がどうだったら面白紙だなって、俺がしそうな紙してんなって思うんだよね。3の紙に全く見えないから、だから、紙考察する人物まで想定して、俺みたいな人間をね、想定して3がそういう、3らしくない髪をしてんだったらうまいなぁとは思ってて、で、うん、5が強だった場合って俺74はありえると思ってんだよね。いいぞ。7番って狼らしくない行動してるけど、4番身内タッチだったとしたら浮いた感じで4番殴るのが可能だから、でもそれはちょっと追いづらいから、6番音量注意、なんか5つで27精査するよりは5進決め打って2で終わんなかった時に再精査かけた方が、実質まだ勝ち筋あるかなって思ってるから、ちょっと申し訳ない、5が偽だったら申し訳ないけど、俺は2番に入れる、6番音量注意って感じ。チャット準備、皆さんもイヤホンしてる方、イヤホンしてる方、バーマさんが切れます。音量に十分注意の方お願いします。警報発令します。イヤホンしてる方耳が痛くなるんで。2番のプレイヤーが選ばれました、注意お願いします。警報発令中。2番のプレイヤーは発言してください。結果がたれあるからね。3番ですよね、多分。まあ7番が迷ってるって言って、そこに、まあ、3、7が2行くって便乗してるのが8番さんだと思ってるんで、やっぱあれかな、4、5、8かなと思いますね。で 5番さんの、まあ、6番さんのあれよ、あのなんだ、2周目の言動は分かるけど、5番さんが死んでるのだった時に1番さんワンチャン死んの可能性あるんだから占い吸っちゃうんだよ。今日丸だよね。今日丸ってことは 4-8? あ、そっかそっか、一郎連れてんだよね。ってことは 4-8 か、4-8 だな。いや、5番さんのあの行動が変じゃん。死んだった時の新占いの1の占い数可能性があるのに潜伏するんだよ。で、3番さん狂気しながら、あの5番さん目線、じゃあ6のローがのこのこと出てきましたと。で、3番さんの狂人出てきたらラッキーじゃないですか。それ何もやらないんですよ。で、あの7番さんもあれなんだけど、
ただね、8番さんも上1同行言ってたんだけど、2、6だった時に僕は8、9叩いてんのに9噛まないから。7噛む、7か3噛むよ。だからもう8番さんだとは思うけどね、まあ、7番さんも変だったと思うよ。夜が来ました。目を閉じてください。いやー、これは作戦通りだね。タクマさん、チャットコース、いや、終わった後だからもういいよ。これはちょっと、皆さんイヤホンしてる方、音量注意。戦通り。いや、これアミノ酸が MVP よ。これアミノ酸出なきゃ多分6番って13ロール打ってるから勝てない。うん、これ6位近くにしなかったアミノ酸の MVP だね。いや、グッチョブ出ても勝てるけど、いや、7番さんの狩人はないでしょ。朝が来ました。昨夜死んだのは、うん、8番。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、5番さんありがとうございました。いやー、苦しかった。まあでも、なんかふざけただけの話でしかなくて、結果語りあるけど、発言は頑張れたかなとは思ってます、様子はね。結果語りもないと思うけど。ごまさん、本当ありがとうございます。一番さんがさ、初日地神宣言するからさ、筋肉の多いさ、ちょっとあんまり美味しくないお肉をね、初日食べたもんで、最終日は美味しいお肉を食べたいなと思ってます。ただ7番さんあんま釣りたくないなと思ってたのは、本当に話をよく聞いてくださってたんで、はい、まあ7投票で勝ちましょう。5番さんありがとうございました。5番のプレイヤーは発言してください。いや、これがあるから結果語っといてよかったんですよ。3番が白状しましたね。はい、なんてことはないから大丈夫です。3番は了解でいいの。まあいいや、自投票します。はい、はい、自投票します。いやー、よかったよかった。あ、4、8か1、3だろうなと思っていましたが、まあ、そういう結果なんだと。いや、昨日僕ね、真決め打たれる予定なんてなかったんで、はい、釣ってほしかったんですけど、超ヒヤヒヤもんでした。まあ、2はないだろうなと思ってたんだけどね。はい、以上、自投票。7番のプレイヤーは発言してください。いや、やっぱ安定進行って大事なんだなってつくづく思いました。4番さんが真だったんだったんだったら申し訳ないなと思って、もうちょっと勉強しようと思います。5番さん強人なんで、じゃあ7番投票で全然大丈夫です。ありがとうございました。投票を始めてください。音量強い方。いや、潜伏のメリットデメリット出たね。まあアミノ酸ナイスだね、これは。7番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。ナイス。人狼の勝ちです。ナイス。聞こえてます？聞こえてますよ。ちょっとどうしても納得いかないことがあるんで、一つだけ言ってもいいです？ありがとう。村目線2番さんの狼が一番追えなくないですか？え、2番ダンス黒かった俺ですか？いや、それは単体精査でしょ、多分。アリスさんありがとう。26で考えたときに26ってないでしょ。26で考えたときに1番さんっていうのは46で追ってるんだから、2番さんって1かも必要ないんですよ。ライダーさん、シャカさん、ありがとう。いや、でも失言めっちゃしてたから。まあ、俺の想像はあれやろ、26ロウロウの4強を追って2釣りじゃないの？みんな違うの？だから26ロウロウが追いにくいでしょっていう話をしてたんですよね、今。まあ、五神軸で言ったら26はあるよね。2番さん5入れてるし。
あと8番さんに一つ言うんであれば、上市で3番さんがなさそうって言ったけど、上市で1番3番さんがありますよ。3番さんが1番さんに囲われている状態で1番さん噛んだ時に4番さんの芯が落とせて、で2日目に9番さん噛んだことで2番さんが9番さん噛んだんじゃないかと思わせることができるんで、3番さんの上市って普通に1番と9番なんですよね。そこ8番さんが弾いたのちょっとっていう感じで思ったっすかね。それ逆精査だよね。でもいや逆精査じゃない、3番が噛みそうにないから3番が意識上がるっていう精査でしょ。ん、誰が話してるのかな。8番だから8番さんが3番さんの噛み位置じゃないって言ったんだよ。うん、だから3番だったら面白噛みだねって1番噛んで9疑全く疑ってない9番噛んで面白噛みだねって。いや、3番の神位置は1番さんで合ってますよ。4番の芯落とせない。4番って絶対3に、4番って絶対3に占いが行くの分かります？ 8 番さんじゃ。いや、寝てない。1番さんが3芝だからね。なんかもう最後噴火するんやろ。3の HP が上がるから3の神位置だって言ってるんでしょ、4番は。あ、ね、4番さん、これ大前提があって、どんな状況でも、もう、たくまさん、初日、地神宣言してたんで、狙いも何もないです。まあ、それはまあ、まだいい、まあまあいいんだけど、だけど、そうした場合って、4の神明落とせるじゃん、まず、そこで。そこ分かるかな。いや、4番の言いたいことは分かるよ。でも、逆精査だよねって話。いや、逆精査じゃないって。だから3番さんも上市ではあるよねっていう話。別に3番さんが、その、まあ、噛まないはまあ置いといて、1番も9番さんも3番さんの上市だよねって。なんか上市じゃないみたいな話を言ってたけど、多分そこは違うよ、違うよっていう話をしようとした。9番2、6しか追ってなかったよ、ほぼ。いい、ちょっと俺のターンいいかな。だから、金川さんには一応、まあ、さっき遺言で、まあ、説明はしたと思うよ。26の一番狼はないと思うよって。26だったら1噛むメリットがないから。これ、俺のターンいいかな。あ、いいですよ。これはね、ちょっと、モケモケさんはちょっと損だったよね。一発で当てたのも痛かったよね。これ多分、モケモケさんが一発で当ててなきゃ多分安定でゴーつってる？みんなどう？そこは。まあ、ご釣りになったでしょうね。うん、そうそう。だから、モケモケさん、ちょっと一発やったのが痛かったね。あれね。そこがあれと、やっぱ2番さんは当たってんだよね。合人外軸だったから。だから、ちょっと軸がずれて、2番さんだけ当たってるんだけど、浮いちゃったから。うん、で、ちょっと1噛まれたから1死んで見ちゃうよね、少しはね。そこがあれだったね。であと、アミノさんがもう、完璧だったね、これ。多分、バーバーさん1角負けてるから、霊能権限強いから1と3怪しんでるから、しかも一瞬目に3と5、3と5怪しんでて、パーフェクト。実定と対峙、1、3、6、5票当たってるんで、別に何も言うことですね。まあ、ちょっと待って。我が輩の方が、ブラより我が輩の方が、天才刑事だったっていうだけですよね。バーバーさんのターンは次来るから、だからバーバーさんね、もう3と5一瞬目に2陣が当ててるから、これ完璧だったんだよね。そうそう、我が輩に、ステージ誰もついてこれないのは、しょうがないと思う。それは、まあ、我が輩ぐらいやっぱこうレベルが高いと追いつく、すぐ1375だからね。バウアさんは発言は白かったけど行動が黒かったから振られたんですよ。1、3、6、5票当ててるって以上です。いや、6番さんが2番さんの位置で取ったら多分俺は6番さん死んでる。1、3、6、5票当ててるんで黙っといてください。以上です。逃げたな、逃げたな。1、3、6、5票当たってるんで、5番さんのおかしい要素も全部1、3のおかしい要素も言ってるんで、4番さん黙っておいてください。以上です。ごめん、ちょっと1番、9番の上市が3番筆頭になるのか、ちょっと分かんないが説明してほしい。地紙でしょ、単なる。以上です。まず、じゃあ3番さんが囲われてます。じゃあ3番さん目線って 4, に4が3番さんに来るおつの分かってるよね。分かるよな。うん、十分。で、
じゃあ1番さん噛んだら4番さんの芯が下がるのよ。1番さんの芯が上がってね。わかるかな？そこはわかるよね。誰も 5なんかおかしいぞ。3疑って8、9疑って6なんだよ。こうして3釣りたいって絶対。なんか釣りたいけど釣れないでしょって話したの僕は初日。1、3、6、5今日当たってるって以上です。まあ、6番さんはもう , 笑ってるやないか。誰も我が輩として、まあしょうがないと、これはまあ、まあこれさ、潜伏のメリットデメリットが天才か天才じゃないかっていうね、うん、まあ周回が早いから5、6週先行っちゃうから、しょう誰もついてこれるよ、我が輩の論に。ちょっと、あ、アミノさんいい？未来のゲーム行っちゃってたね。しょうがない、で、で、覇王権分職持ちなんてしょうがない、しょうがないです、以上です。はいはい、ね、アミノさん、2番さんが時間指定したじゃん。はい、はいはい。で、あそこで出なかったよね。あ、で、あの、潜伏する予定だったっす。うん、あ、オッケーオッケー。で、あの、2番さんの時間指定で、バウアーさんが出てたら出てないの？出たら出たの？あ、で、出てない、出てないです。潜伏してます。ああ、そうなんだ。じゃあ、6番が、うん、うん、初日シーン釣れると思って出たってこと？いい、まさに。人海の話はいいです。うん、村の反省会の方大事だ。人海はしょうがないと思います。4番さん、8番さん解決しました？はい、理由はありましたよ。4番さん、8番さん解決してますか？ 4 番さん、8番さん、うん。ちょっと聞か、じゃあ心霊を釣れると思って、もう心霊殺せると思って出たってことね。プラス、4番からの5白もあったし、別に1番からでも4番からでも5白が飛んでる状況下だったら、ちょっと深海の話は最後にしてください。まずバラの話させてください。4番さんと8番さんどうですか？納得できてますか？上市表考察したら2番ヒットになると思うけど。ああ、なるほどね。まあ、2は、まあ、そう。7番さんもどうですか？ 7 番さん、9番さん納得できてます？いや、地神が最高神やったらね、俺4声してた。あ、4声か、すごいね。うん、その4噛まずによかった、これ。あ、じゃあ8番さんにじゃあ一応言っとくと、うん、26だった時に1番さんって46で追ってるわけですよ。だったらその時に4番さん噛んだ時って1番さんのシーン下がりません？2番、26オオカミだった場合って。そこどう思います？ 8 番さん。いや、別に下がってもよくないと思うんだけど。あ、いい。あの、白黒 BA さん、あの、4声は、審議で決めた、それとも1個戻らない。だから1噛まれても3白変えるから、とかなんかある ?4 声の理由は。審と思って声？うん、まあ、4は、芸能に刺さってるのもあるからなとか思って、まあ結局5は強人やったんやけど。ああ、まあ占いはじゃあフラット気味だったってこと？ああ、でも3番ってなんか三四郎がどうかなとも思ったけど、3番ああ、それもあったから4号やね。 なんで789が1、3、6、5強を終えるかどうかなんだって、それだけなんだって、それを終えるか終えないかって話ですよ。うん、まあ、バーバーさん、ちょっと次は勝とう。うん。いや、789が1365強終えるか終えないかって話なんですね。バーバーさん、バーバーさん一発で当てたんだけどね。全部バレてるから全然我が輩してしょうがないよ。我が輩の覇王権分職持ちなんてしょうがないと思う、それは。誰もついてこれないから。6番さんって霊能と、霊能と占い師持ってる人ですか？全部最強だ、最強だ、賢者だから、勝てんわ。賢者だから、あのね、回復と攻撃持ってるからね。全然大丈夫。あの、3000番考察ですからね、アリスさん考察できる人物なんで。アリスさんがここで出てくる。人海がわかるから、しょうがないと思ってる。アリスさんがここで登場。3000番考察、アリスさんの、もう、無課金ありすぎる状態です。強い、うん、攻撃と回復持ってるからね、賢者は。うん、全然大丈夫でしょ。今に護衛とかしだすんじゃないの、霊能で6番さん。全然、うん、やるやる、やると思う。次行こう。